ドラマでの泣きっぷりがすごいってみんな言ってるの。すごいんだから。やだ、もう一回お願いだから、次はもっと上手にやるから。星のアクア、アクア、アクア、あなた星のアクア。9秒で泣ける天才子役、映画で共演した有馬かな。素敵よね、素敵よね。僕には無理かもだけど、だけどそれでも叶えられたら素敵ってそう思うから信じてみるの。あの凶暴な山の暴れ獅子をついに仲間にしたでやんす。わーい、やったでやんす。されるけどな、仲間を大切にしない奴はそれ以上のクズだ。絶対に世界一のハンターになるから、世界一のハンターになって必ず戻ってくるから。あっ、一組よさげなのいる。高校が離れたくらいで私を振ったあいつを見返すためにも。あの、これ今回のお礼なんだけど、わざわざ届けてもらって、そのお礼なんだけど、よかったらその辺座って食べませんか。でも未来から来た私たちがそんなことしていいの？私たちがいた未来も変わっちゃうんじゃ。ついに来たんだ、世界一の魔女シャイニーシャリオが学んだ聖地に。自分のゲロに溺れたみたいな悲しい気分だ。この苦痛はお前のせいなんだろエンプレス。なんでだろう、ユナを見るとなんでこんなに胸がギュッとするんだろう。選挙での勝者が桃神の投手となるなどと言われてはな。大人たちは結束を変えて代表を用意したよ。無理もあるまい。あ、二人全然タイプが違うのに仲いいから、どうしたらそんな風になれるのか。だって仕方ないじゃん、私のことダサいとか思ってんだろうなって考えたら。みんな、まずあれに並ぶよ、はぐれないようについてきてね。こちらこそありがとうだよルビー、真田先輩と話せたのもルビーが応援してくれたから。芸事の道は日々精進でありんす。頑張りなんし。わかればいいでありんす。はあ、なんだそれ。やっぱ変わってんな、あの三人。ヨウ君のフィールド割り逆効果だったんじゃ。やっとよそ行きの顔やめた。ヨウ君こすいんだ。お姉ちゃんと団長はよく先走っちゃうんで、僕が指示を出したり。まったく、気持ちはありがたくもらっておくよ。だが大したものは買わないから大丈夫だ。私はイルカの因子を持つイニシエーター、通常より知能指数と記憶能力が高いだけです。君と夏の終わり、将来の